ね、さくらちゃん、それにサイたちも、なんでこんなとこに。ナルト、あんたに話があるの。え？今、さくらちゃん、なんて言ったの？だから、ナルト、あんたのことが好きだって言ったのよ。人が告白してんだから、ちゃんと聞いてよね。さくらちゃん、一体何があったんだってばよ。さくらちゃんはずっとサスケのことが。別に何も。ただ、もう目が覚めただけ。確かに、前の私はサスケくんのことが好きだった。でも、抜け人で犯罪者である人を好きでいるなんて、おかしいでしょ。それよりも。私にとって、ナルト。あんたの方が私の中で大きな存在になった。いつも私のそばにいて、私を支えてくれる。やっと私はそのことに気づいた。私はナルトさえいれば十分だから。ナルト、あんたももうサスケくんを追うのやめない？サスケくんは私たちのところには戻らない。だったらもう忘れて。いい加減にしろ、さくらちゃん。何キレてるの。私はただサスケくんからあんたに乗り換えただけじゃない。俺は自分に嘘をつくような奴は嫌いだ。私が自分に嘘をついてる？何言い出してんのよ。苦しい言い訳にしか聞こえねえってばよ。さくらちゃんにはそういう嘘は似合わねえ。本当の気持ちは違うんだろ。私は、もし仮にさくらちゃんがそう思っていても俺の気持ちは変わらねえ。必ずサスケは連れ戻す。これは俺のためでもあるんだ。もういい。行くわよ、キバ、リーさん、サイ。サクラちゃん。これでよかったのか、サクラ。キバ、お願いがあるの。あ、なんだ。これからすぐにサスケくんを探す。協力して。